後編は体を大きく使ってお尻の負荷を上げていきます。お尻をいろんな方向から鍛えていきましょう。足の幅を拳1個分にします。つま先をまっすぐにしてください。そしてその状態でゆっくりとお尻を軽く引いて中腰の形を作ります。肩の高さまで両手を持ち上げます。肘を90度に曲げてください。手のひらはチョキの形を作ります。この形がまず基本姿勢になります。この基本姿勢から横に4つ、そして横に4つまた戻っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。カニのウォークで余裕のある方は8回のウォークを2回、3回というふうに繰り返してみてください。効果がもっと上がってきます。軽く腰を引いてお尻を引いて腕は低めで OK です。足の幅をさらに大きく開いていただいて手の位置をさらに高く上げていきます。この状態で8回繰り返してみてください。ゆっくりと膝を曲げお尻を軽く引いて中腰の姿勢を取ります。しっかりと胸を張って両手をまず肩の高さで前なれを作ります。でその状態で肘を曲げてください。親指を立てて人差し指を伸ばします。まずこの姿勢が基本姿勢です。この姿勢で前に4つ後ろに4つ戻ってきます。1歩2歩3歩4歩後ろ戻ります。1歩2歩3歩4歩お尻を軽く引いてそして両腕を前に上げます。この姿勢で前に進んでみてください。さらにお尻を引いていただいて片足ずつ前に進んでいきます。膝を軽く緩めてお尻を軽く引きます。この状態から片方の足に重心を移動してもう片方の足をゆっくりと持ち上げてください。そしてお尻は手に当てます。この姿勢を8秒間止めておいてください。階段上りの基本姿勢を作ります。体重が乗ってる足のお尻を少しだけ後ろに引いてください。そして戻します。膝を軽く曲げて軽くお尻を引きます。その状態で両手は前に置きます。そしてゆっくりと体重を片足に乗せてもう片の足を床からほんの少しだけ浮かしてみてください。お尻をしっかり引いていただいてそして片方の足にお尻を乗せます。お尻をしっかり引いてもう片方の足を床からできるだけ高く上げていきます。その状態で両手をゆっくりと頭の後ろに軽く添えるようにそして肘をしっかり引いてこの状態でやってみてください。上げた足とは逆の手を前に出します。もう片方の手は後ろに引いてください。この姿勢からこの腕を交互に8回振ります。お尻の筋肉を鍛えることは姿勢を良くするバランスを良くする関節を守ってくれるいろんなことに影響を与えてくれます。特に女性の方は最近骨盤周りがすごく冷えるなっていう方たくさんいらっしゃると思います。冷えの改善予防にもつながりますのでぜひやってみてください。